JR 九州高速線株式会社は、福岡市博多区に本社を置く日本の海運会社。高速旅客船、ビートルを使用し、福岡市の博多港と大韓民国の不山港を結ぶ定期旅客船航路を運航する。2005年10月1日に、それまでの九州旅客鉄道船舶事業部が分社して営業開始した。本社は運行拠点である、 福岡市博多区沖浜町の博多港国際ターミナル内にある。また、ジェットホイール整備場を博多港箱崎不当地区に設置している。九州優先の箱崎船舶整備場とも隣接している。2006年2月、同じく博多不山航路で高速旅客船コビーを定期運航する同業の未来高速と業務提携した。同年3月17日より、 共同ダイヤの採用、乗船券の共通化、乗船窓口業務の統合や、岸壁の乗降設備の共同利用などを行っていたが、2016年3月31日をもって終了した。富山港内を航行するビートル普通席とグリーン席がある。船内では飲み物や軽食が販売されているほか、免税品やグッズ、土産類の販売も行われている。 ABJR 九州高速線株式会社第16期決算広告九州優先ウェブサイトハット JR 九州高速線ウェブサイトハット JR 九州高速線時刻表ありがとうございます